ウクライナ空軍が2023年11月25日に発表したところによると、この日未明に首都キーウのほか、北東部スムイ州や南部ザポロジエ州方面などウクライナ全土にロシア軍の自爆攻撃型ドローン75機が飛来し、対空ミサイル防衛部隊、戦術飛行隊、機動射撃班、電子戦部隊などによってそのうち74機を撃墜したと報じているみたい。そのうちの50機が飛来したとされているキーウ市のクリチコ市長の談によると、これだけの機数が一度に飛来したのはこれまでで最大規模であるとされ、キーウ市内では空襲警報が6時間以上も鳴り響き、ソロミアンスキー地区などで撃墜したドローンの破片が落下したことによって子供など5人が負傷し、幼稚園や集合住宅などで火災が発生するなどの被害があり、キーウ州内で1万6000世帯が停電したが同日中に完全復旧したらしいな。さて今回はロシアがウクライナ全土に向けてドローン攻撃を行っている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の続きだけど、ドローンの破片によって火災が起きたキーウ市内ソロミアンスキー地区の幼稚園では、未明という時間帯であったため園児や職員が不在であり人的被害はなかったものの、園内のプレイルームの壁が崩れておもちゃなどが散乱しているとして、被害を確認に来たコシャン地区園長が子供たちがいなくて本当に良かったが、プレイルームが破壊されてしまい恐ろしいと語ったことが伝えられているよ。ウクライナでは11月25日は旧ソ連時代に400万人以上が死亡した大飢饉ホロドモールの犠牲者追悼の日であり、ゼレンスキー大統領はウクライナにとって特別な日に70以上の無人機で攻撃があったと述べて、この日に全土に攻撃を加えたロシア指導部は、殺人を誇りに感じているのであろうと厳しく非難したんだ。ホロドモールとは、ウクライナが旧ソ連の構成国であった1932年から1933年、1934年とする説もありにかけて、ウクライナ及び北カフカースクバーニなどウクライナ人が住んでいた地域やカザフスタンなど、ソビエト連邦の各地で起こったホロドモールを指しているぜ。当時のスターリン政権は旧ソ連の5カ年計画に基づき、農家に対してコルホーズ集団農場による集団化を強制し、クラーク地主など富裕な農家を撲滅する運動としてそれらを反ソ連分子として強制収容所に収容するなどの政策を実施したほか、住民から備蓄穀物の強制徴発やノルマを達成できない農民に対して弾圧や処罰を加えるなど、過酷な政策を実施したことによって発生した計画的な飢餓であり、人工的かつ人為的な大飢饉とされているな。スターリン政権は、政策への抵抗が見られたウクライナの農民を富裕な農家と認定するなど、ウクライナへはより厳しく穀物を収奪して政権の外貨獲得のために輸出するなどの政策を実施したため、同国内では数百万人とも言われる餓死者を出したぜ。これらのことからウクライナでは、旧ソ連の崩壊後ロシアとは距離を置き北大西洋条約機構NATO に接近したのは当然とする見方が多く、現在進行中のロシアによる侵略戦争をこのホロモドールに重ね合わせて、ロシアが再びウクライナの穀物を散奪したとして非難する声が多く出ているみたい。今回の75機にも上るとされているロシアによるドローン攻撃について、アメリカのシンクタンクである戦争研究所は、首都キーウに飛来したドローンについて新型のドローンが使用されたとする分析を報告したよ。それによると、ウクライナ空軍の報道官がロシア軍がキーウ攻撃に使用したドローンがこれまでにない黒色の機体で、夜間での視認が難しいだけでなくレーダー波を吸収する素材が使用されていると報告したほか、複数のロシア系の軍事ブログ上でロシア軍は探知が難しいとされる新型ドローンを初めて使用したと主張していることを伝えているんだ。この侵略戦争においては2022年2月24日の開戦以来、ドローンの戦果が脚光を浴びていて特にウクライナ軍のドローン開発と活用方法が注目されているんだけど、ロシア軍においてもドローンの開発が進められていて、ウクライナ軍に損害を与えているみたい。今回の攻撃に使用された新型ドローンについてはまだ情報がなく、その性能や威力の他にどのような素材が使われているかなどについて全く不明であるが、
それ以外にも新しいドローンが戦線に登場していることが伝えられているな。その中の一つとして、自爆攻撃型ドローンランセットが多く改良され、ウクライナ軍にとって大きな脅威となっていることをウクライナのメディアキーウポストが報じたぜ。ロシア軍のランセットは徘徊型の自爆攻撃型ドローンで、榴弾あるいはサーモバリック弾頭によって兵員への攻撃に使用されるほか、成型作薬 HEAT 弾頭を搭載して装甲車両を攻撃することも可能だね。2022年6月8日、ロシアの防衛企業であるロステックは、ウクライナ侵攻にランセットと KUB ドローンが配備されたと発表し、その1ヶ月後にはウクライナでの実戦使用された映像が公開されたんだ。2022年後半にはランセットが、ウクライナ軍の防空システム自走榴弾砲戦車装甲車軍用トラックなど、様々な軍事目標に攻撃を加えている様子が撮影された複数の動画がインターネット上に公開され、それらの中に S300 ミサイルシステムや QK37M12 ミサイルシステムのほか、T64 戦車や西側諸国から供与された M777-155mm 榴弾砲及び FH70 榴弾砲、M109-155mm 自走榴弾砲、AHS クラブ自走式榴弾砲、カエサル 155mm 自走榴弾砲などが損傷を受けるか破壊されていることが確認されているよ。また、2022年11月4日にはウクライナ海軍のデュルザ M9 砲艦がランセットによって損傷を受けたな。2022年春以降においてウクライナ軍は、ランセットからの防御策として榴弾砲の周りに金網フェンスや木製の丸太を使用して、ランセットが侵入できないようにする防御を余儀なくされており、2023年1月にはその防御によって攻撃に失敗したランセットの画像が公開されているぜ。また、ウクライナ軍はランセットの目標識別を混乱させるために、おとりとして空気によって膨らませるタイプのダミーや高機動ロケット砲システムハイマースに似せた木製車両を使用しており、ロシア軍が2022年ハイマースを破壊したと発表したことについて、そのダミーを破壊したものを誤認したためではないかとも言われたんだ。2023年2月にはウクライナの T-84 戦車に対して損傷を与え、3月には、ギリスから供与されたストーマー HVK がランセットの攻撃を受けて破壊されるなど、ロシアがイランから購入している自爆攻撃型ドローン車ヘド136がウクライナ民間用のエネルギーインフラ攻撃に使用されているのに対し、ランセットは偵察用ドローンなどによって位置を特定された、ウクライナ軍の装甲戦闘車両などの目標に対する精密攻撃が可能な兵器として使用されているね。さらに2023年4月18日には、南部ヘルソン州を流れるドニプロ川でウクライナの、巡視船がランセットによる攻撃を受けて撃沈されたという報道がされたぜ。2023年11月になってからは大幅に改良されたランセットが実戦に投入されているとの情報が出ており、最新型のランセットは、エンジン射程距離追跡技術工学技術など全てが強化されているとの情報があり、特にウクライナ軍にとって最大の脅威となっているのがタンデム弾頭に変更された点だな。このタンデム弾頭とは2度の爆発によって戦車などの装甲を貫くもので、榴弾砲を防御する金網で主弾頭が、スラットアーマーに止められたとしても、2つ目の弾道が標的まで到達することが可能となり、ウクライナ軍はこのランセットからの防御に頭を痛めているらしい。このランセットにせよ、今回の使用された新型ドローンにせよ、その製造は西側諸国からの輸入電子機器に依存しているが、ロシア国内では代替品を見つけるのが困難であるため、ロシアはランセットなどを大量に生産することができない可能性があるとされているものの、中国などから裏のルートで入手可能との指摘もあり、この先ロシアがどこまでドローン攻撃を強化するのか注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。